ありのままの自分でいるための辻さんの予防習慣みたいなものを伺いたいなと思っています。ご質問それぞれご年齢をお伺いしてもいいですか。16歳と、13歳、11歳、5歳です。なんか自分はお母さんだから、お母さんだから、お母さんだからっていう、そのプレッシャーがすごい強くなっちゃって、甘える場所が分かんなくなっちゃったんです。息を抜く場所が分かんなくなっちゃって、自分のバランスも育児のバランスもなんか家庭全体も良くなくなっていっちゃってとかしていく中で、なんかちょっと妥協もできるようになってきたりすると、まあ、気持ち的にもすごい楽になってって、多分この出会って今が一番仲がいいって言えると思います。シンガル25初登場の辻のぞみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回そちらに置いてある N オーガニックさんとのコラボ動画になっておりまして、コンセプトとして予防的美容というものを、提唱されてるんですね。そちらのコンセプトにちなんで、ありのままの自分でいるための辻さんの予防習慣みたいなものを伺いたいなと思っています。はい。ということで、まずは子育ての予防習慣について伺いたいんですけど、改めてお子さんそれぞれご年齢をお伺いしてもいいですか。年齢で言うと上から今16歳と、13歳、11歳、5歳です。一人目の育児はもう全てにおいて初めてのことで、全部が探り探りで子育てをしているので、いまだに高校2年生になる、いまだにこう探り探りっていうのはずっと続いているものになってしまってるっていうのはあって、でその一人目で経験したことをやっぱ二人目で生かそうっていう風に生かせることもあるし、一人一人みんな性格も得意なことも全て違うので、生かせないこともあったりするので、本当に常になんか4人いてベテランっていう風に思われがちなんですけど、4人目でも初めてのことが起こったりとかもするので、常にもう勉強勉強を学ぶっていうことの繰り返しだなっていうふうに思います。なるほど。なんか日々どういうふうに過ごされてるのかなっていうのも気になっていて、今はもう高校生、中学生、小学生、保育園ってみんな行く場所が違うので、全員時間が違うんですよ。なのでそれはそれで大変なんですけど、それはそれで楽に感じることもあったりとかもするんですけど、仕事でいない日とかも上の子が私がいない方がしっかり家のことをやってくれたり、弟の面倒を見てくれたりとかっていうのが最近本当見えるようになってきたので、すごくその辺は助かってます。辻さん自身がなんかもうわーってなっちゃうみたいな。なります、なります。もう最初の方はもう全部が気になっちゃって、それが全部ストレスになっちゃって、もう自分のバランスも育児のバランスもなんか家庭全体も良くなくなっていっちゃってとかしていく中で、なんかちょっと妥協もできるようになってきたりすると、まあ、気持ち的にもすごい楽になってって、すごい育児っていうのが楽しいんだなっていうふうに思えるようになりました。なるほど。それ楽しいなって思えるようになったのって 何番目の子が生まれたんじゃないですか。4番目かもしれない。最近ですね。いや本当に最近だと思います、はい。もう私が長女を出産した時は、はい、まだスマホっていうものもなくって、調べることもできなかったので、うん、ずっと育児本、わー、もう本アナログで本対自分みたいな、この月齢にこれができないともうストレスになっちゃったりとか、なんでできないんだろうとかいうのもすごいしんどかったですし、でもやっぱり今ってこうやってコミュニケーションがネットの中でできる時代にもなってきて、なんかいろんな、まあ、子育て方法だったりとか環境っていうのを逆に知ることもできるので、そういう意味でちょっとこう、あ、こういう子育てもありなんだとか、こういう子もいるんだっていうことを知ることですごい楽になったりとかもします。なんか本って一方的な正解、はい、これですみたいな感じですけど、ネットだと、まあ、こういう人もいればこういう人もいるとかがあるから、それで時代の流れで楽になったってとこもあるのかなと思うんですけど、そうですね。 100% でやらなきゃっていうのがすごくあったんですけど、 100% でやったことで乱れてる気がしたので、 100% でやらないやり方で、でもみんなが納得いくやり方っていうのを
まあ今できてるのかなっていうふうには思ってますね。あ、自分ここうまくいくようになったわみたいなポイントってありますか？なんだろうな、なんだろうな、夫婦関係もなんかどんどん同じ方向を向いて子育てしてるなっていうのが、分かってきたので、なんかちょっと最初の方はちょっとその考え方がこうちょっと違う方向を向いてたりとかもあったんですけど、やっぱり同じ子育て、同じ環境で同じ子育てをしてると同じ方向を向いていけてる感じが、お互いすごい変わったなって思ってると思います。なるほど。最初の頃はどういう時にこうすれ違いというか、ちょっとお互い別だなって思ったりされてたんですか？なんかもう習い事を一つにしても、私はこれをやらせたいんだけど、いやでもこっちの方がいいとか、結構そんな感じでしたね。それがもう長くいるからなのか、本当に考えることが一緒になってきて。そうなんですね。はい、だからもう習い事とかも、なんか今これやらせたいなって思うことが一緒になってて、だから本当に喧嘩もしなくなったし、なんかこう揉めることが全くなくなりました。へー。なんか大変な時期もあったみたいな話をたまにされてるじゃないですか。それってどういう状態だったんですか？それはあの、私がやっぱり母になろうなろう、そのさっきの 100% でやろうっていうのと一緒で、なんか自分はお母さんだから、お母さんだから、お母さんだからっていう、なんかそのプレッシャーがすごい強くなっちゃって、甘える場所が分かんなくなっちゃったんです。息を抜く場所が分かんなくなっちゃって、でそこでもう私の限界が迎えて、私もう無理かもしれないみたいな話でぶつかったことはありました。なるほど。みんなを支えるお母さんみたいな理想にはまろうとしちゃったっていう。はい、でなんか弱音も吐けないし、なんか甘えることもできないし、なんか相談もするにできなくって、あのちっちゃい時によくその喧嘩してても、本当ちっちゃい、本当0歳1歳ぐらいの子が気づくんですよね。その見せてないつもりでも悩んでたりとかイライラしたりしてると気づくみたいで、その時に私長女に頭をこうなでなでされたことがあって、もうそれがなんかもうずっと忘れられないんですけど、見せてるつもりじゃないけど、やっぱり子供は子供なりにそういうのを感じてしまうっていうのはすごく反省して。それ長女さんがおいくつぐらいの時ですか？0歳、1歳。いやでも1歳とか、泣いちゃいますね。でもそんなのされたら。そうなんです。そうですよね。それじゃいけないと思って、じゃあ1回話をし、2人だけの時間を作って話をしようっていうことで、あの母にその時子供たち見てもらって、一泊で旅行に行かせてもらったんですよ。それがきっかけで、もう私も全部思ってることを全部話させてくれて、聞いてくれて、じゃあ そうだったんだね、気づかなくてごめんねっていうので、じゃあ今度はこうしていこうみたいな話をそこですることができて、そこからですね。今また同じ状態に戻らないために気をつけてることといえば、やっぱりそのお互いの気持ちを話すとか、そういうことになるんですかね？もう多分本当にお互い知らないことはないかなっていうぐらい、そうですね、お互いの、まあ、スケジュールから思ってることとか、今日あった出来事とかも話してますね。なるほど。多分この出会って付き合いたてと同じぐらい今多分一番仲いいと思います。すごいですね。今が一番仲がいいって言えると思います。キャパオーバーにならないようにこう、まあ、予防というかしてることとか、その辺も何かコツがあれば伺いたいです。やることいっぱいパンみたいなことはあんまりないですか？いや、あります。あるんですね。全然あります。なんか自然と涙が出るときもあります。なんか笑ってんのに泣いてるみたいな。でもそうだな、多分それこそさっきの話に戻るんですけど、私が100から今50、下手したら40ぐらいにこう抜けたのは、その YouTube を始めて、見てくださってる方のコメントがあって
抜けたんですよ。YouTube ってやっぱり家で撮影してるものなので、うん、最初はもう綺麗な状態、家も綺麗にしなきゃ、ちゃんと撮らなきゃっていう風に思ってたんですけど、やっぱり子育てしながら撮影してるとどうしても生活感が出ちゃうところが映っちゃったりだとか、はい、やっぱり完璧には見せることができなくって、はい、でその時にそれがすごい共感持てますっていうご意見が結構たくさんいただいて、なんかその時にあ、いいのか、ありのままでいいんだっていうことをすごく気づかされた。だから自分が弱ってる時とかも、なんかそういう動画も回しちゃってたりとかアップしちゃってたりとかもするんですけど、なんかそういうのももうリアルで発信して共感してもらえて、誰かの役に立てれば本当に嬉しいなとも思うし、自分もそれで勇気をもらえてるので、本当にその YouTube をできてることに感謝してます。自分の趣味なんですかって言われたら多分 YouTube だと思います。なるほど、そこまでやっぱりもう根幹にもう今 YouTube がある感じなんですね、うん、そうですね。なるほど、うん、で辻さんって結構 YouTube ですっぴんで出られたりしてるじゃないですか、うん、なんか本当にすっぴんが美しいなと思っていて、なんか本当にすっぴんですよね、すっぴんですかおっしゃってる時ってすっぴんです、なんかすごいと思っていて、その素肌のスキンケアというか、すっぴんでもこうあんまりなんでしょう、綺麗なままでいられるようにどんなケアされてますか？朝なんかは特に自分の時間を取る時間はなかったりするので、はい、もう私は常にながらですね、もうバックしながら何かをするとか、妊娠中もそうですし、うん、産後で肌の本当に変わっていくんですよ。いや、そうですね、はい、でそれもなんか毎回一緒じゃなくって、まあ、多分年齢にもあると思うんですけど、うん、この時の産後はこうだったのに次の産後は全然肌の感じが違うとか、だからなんか常に肌の状態が変わっている感じがあったので、うん、常に探してました。自分に今はどれが合うのかなとか。どういう違いがあるんですか？いや、なんかもうほんとすぐに荒れちゃったりだとか、はいはいはい、なんかすごい赤くなっちゃったり、赤ら顔になっちゃったりとか、油分多めだなとか、すごい乾燥肌だなとか、ね、本当にもう全然違いました。結構肌が揺らぎまくっちゃうみたいな。私はそうですね、揺らぎがすごい多いと思います。なるほど。本当に育児してるとメイクをすることが結構本当に大変になって出て、はい、もう前後ろ抱っこしながらとりあえずメイクどうやるんですかそれ。いや、もう前後ろ抱っこしながら、はい、とりあえず揺れてなきゃいけない時間はアイラインかけないんで、とりあえず揺れてる間にできる作業、何かける、何ができるかな、はい、みたいな感じとかも全然やってたんですけど、はい、でも本当そういう時間もやっぱり経験すると、なんかとにかくどうにかメイクをしなくてもいいように時短できないかな。あ、なるほど。ってなるとやっぱりちゃんと自分の素肌をスキンケアをちゃんと頑張って、もうほんと日焼け止めだけでもいけるみたいな肌になりたいなっていうのは思ってました。なんか何かのインタビュー拝見してたら、なんか30代になるまで実は日焼け止め塗ったことなかったみたいなのを見たんですけど、35ぐらいまでなかったかもしれない。めちゃくちゃ最近の話ですね、はい、じゃあ。そうなんです。それはやっぱ忙しすぎてみたいなことなんですか？いや、そこまで本当に気にしてなくて、そうなんです。正直20代の記憶がないんですよ。もうずっと子育て、はい、ちっちゃい子ずっといて。そうなんです。もうなんか自分のケアをしようって思う時間も本当にないまま、なんか30を迎えちゃってて、気づいたら。なるほど。ほぼ記憶ないんですか？ほぼ記憶ないです。なるほど。そうで、それでやっぱり30超えるといろいろ出てくるじゃないですか、トラブルが、はい、うんうん、それでやばいなと思ってちゃんとしっかりケアしようって思い始めました。なるほど。今一番リアルな肌の悩みって何ですか？シミ。わー超リアルですね。シミって、はい、あった
たの、なんか急に出たのと思って、なんか急いたのみたいな。めっちゃわかりますね。もうわかります。なんかいやいなかったよね昨日までみたいな。シミ小じわめちゃめちゃ感じます。そうですよね、はい、だから本当にあの若い時からちゃんとケアをしとけばよかったっていうのは、ほんと30過ぎて思うので、本当今10代20代の子はもう今からちゃんと、今何もないけど今からちゃんとやった方がいいと思います。ここからは N オーガニックのベーシックシリーズという商品のご紹介をさせていただきます、はい、今お手元にあるのが、辻さんから見て右から、N オーガニックの、ベーシックバランシングローションというもので、はい、で真ん中が、N オーガニックベーシックコンディショニング VC エッセンス、N オーガニックベーシックバランシングエッセンスミルクというものなんですけど、このロゴとかパッケージとか、あと N オーガニックってお名前とかってちょっとどこかで見たことってありましたか？もちろんです。お家にもあります。あ、使ってたんですね。なるほど。え、この辺のどれか使ったこととかありますか？それがまあ化粧水的な役割で、なんかいろんな種類あるじゃないですか。あります、あります。これかな、多分一番ベーシックなのがこれで、はい、あとなんかこうエイジングラインとかでちょっと色が違うものとかもあるので、もしかしたらもうすでにお使いいただいてるかなと思うんですけど、はい、実は9月にあのちょっとリニューアルがされていて、うんうん、まずブランドのコンセプトが生まれ変わっていますということで、肌も心も満たす、ありのままを美しくするためのブランドに生まれ変わっているということで、その、まあ、オーガニックっていうと結構成分がオーガニックだよとか、うん、そういう話になりがちなんですけど、それだけじゃなくって、まあ、使う私たち自身も、まあ、ありのまま、オーガニックイコールありのままというか、うんうんうん、なので、自然体で美しい自分でいられるための、まあ、ブランドになっているということにです、はい。で、先ほど申し上げた通り、ブランドコンセプトとして予防的美容というものを掲げていて、で健やかな肌でいるために必要なことってやっぱり保湿ケアらしいんですね、うん、なのでそこを徹底することで肌のバリア機能を守って、潤いあふれる健やかな状態を保つお手入れを、予防的美容と名付けているということで、それこそやっぱり揺らいじゃう、年齢が変わったりとか、うん、ライフステージ変わって、はい、肌が揺らいじゃうとかっていう時にも、その結構どんな時にでもベーシックに自分の肌を支えてくれるようなアイテムになっています、うん、はい。で、ですね、で商品の特徴としては、まず時短ケアっていうのがものすごいポイントになっていて、はい、実は一番、こちら側のローションと、あと真ん中抜いて右のミルクだけで、これ2本なんですけど、導入美容液、化粧水、美容液、乳液、クリームの5役になってます。すごい。なので朝晩この2本だけでもう全然 全スキンケアフルで終わったっていう感じで本格ケアができるので、嬉しい。やっぱりすごい、やっぱ40代のママさん、うん、やっぱりものすごく人気があるシリーズだったんですね、はいはい、で、今回ももちろんこの2個で、ケアしていただいてもいいんですけれども、さらなるパワーアップポイントとして真ん中の VC エッセンスが新発売ということで、はい、こちらはその、まあ、ビタミン C の美容液なんですけど、ビタミン C って結構濃度とかそういうのがこだわられがちなんですけど、そうですね、肌に届かないと意味ないので、うん、肌への届き方にもこだわった美容液ということで、結構美容液使い慣れてない方とかも手に取りやすいような商品になっています、うんうん、ということで、ローションからあのお手に出していただいて、これですね、はい、あー、いい香り。そうなんです、めっちゃいい香りですね、めちゃくちゃ。これイライラがリラックス、そうなんです、できる香りですね。そうなんです、 N オーガニックさんってすごいリピーター多いらしいんですけど、この香りがかなり心を掴んでいるらしくて、そうですね、まあ、スイートシトラスの香りっていう風に表現されてるんですけど、うんうんうん、この香りって結構朝使うとめっちゃ前向きな気分になれるし、はいはいはい、夜そのちょっとリラックスもできるし、うんうん、もちろんなんかめっちゃイラついた時とかにいいですね、できるじゃないですか。いや、めちゃくちゃいい香り。そうなんですよ、めちゃめちゃ、なんかホッとしてます今なんかちょうど昨日今日で長男と揉めてた、大変なところすぎて、はい、なのでなんかすごいホッとしちゃった。しかもこのテクスチャーがすごくしっとりとろっとろで、そうなんです、密着がすごいです。結構ローションって言われて想像するよりもこう保湿力感じますよね、はい、うん、
なんかもっとサラッとしたイメージだと思ったんですけど、 すごくとろみが強くて密着度がすごい。でも結構そのもう一個ポイントとしてはすごいとろみはあるんだけど、うん、ベタつかないですか？ベタつかないです。そうなんです、まあ、冬とかでもお風呂上がりとかにベタつくとなんかもう嫌になっちゃうじゃないですか。でもこれはそのもちろん保湿はすごくされるのにベタつかないので、あのこのまますぐメイク入ったりもできるんですよ。そうですね、うん、はい、なのでそこのこの使い勝手の良さっていうところも人気の秘密なんだそうです。ということで不思議、はい、よかったら。でもすごい保湿力され、はい、あるんですよ。そうなんです。保湿力があるのにベタベタしない、なんか不思議な感覚ですよね。不思議な感覚ですね。触っちゃいますよね。触っちゃう。そうなんですよ。そうなんです。よかったらもうその上から使う順番としては、はい、今塗っていただいたローションの後美容液でその後ミルクなので、はい、ちょっと真ん中のやつぜひ付け足してみてください。はぁ、そうなんです。なんかこの柑橘系の最高。垂らした時とろみがあるんですけど塗るとサラサラしてて、なんか不思議ですね。不思議。なんかサラサラなもんってここ垂らしたらタラタラって水っぽくこう垂れていっちゃうんですけど、それが不思議。ここではちゃんととろっとしてるのになぜかサラサラ。塗るとサラサラ。でもここにつくとめっちゃ保湿されてる。私本当に夜寝られなくて。あ、そうなんですか。寝るのが苦手なんですよ。なので結構いろいろその香り、うんうん、自分その香りをこう焚いたりとか身につけたりすると眠れるよって言われてるんですけど、どうしてもそのルーティンになれなくて、あ、わざわざ焚くみたいな、わざわざ焚くとかができないんですよ、はいはいはい、でも本当これ自分に塗ってしまえば確かに追加で何かする必要ないですもんね、はい、そうですね。最後ミルクで蓋をしていただけると、ミルクお顔に使う時も1プッシュで十分こう浸透してくれるみたいなので、ミルクだめっちゃミルクだ。なんかクリームと乳液の間ぐらい。ほんとだ、めちゃめちゃいい。この匂い嗅いでみていただけると、あ、いいですね。なんかもうちょっといい匂いしますね。いいします私からいい匂いします。すごい、ほんとこれ全身に行きたいぐらい。確かにちょっと贅沢ですけどね。贅沢に全身に行って寝たらもうこれ以上の幸せはないぐらい。本当にあれこっち塗られてます。こっちですよね、はい、なんかでも分かると全部こっち塗りました。すごいですね。結構やっぱ一回塗るだけでこうしっとり感みたいなところは、うん、まあ、特に触るとねやっぱり分かると思うんですけど。分かります。そうなんですよ。すごい。これがやっぱり使う人も選ばないし使う時間も選ばないし、そうですね、時短は本当に嬉しいです。そうなんです。毎回塗ると新しい香りが来るので、すごい本当にスキンケアの時間がめちゃくちゃ癒しの時間に、そうですね、なると思います。ちなみにそのコンセプトのところもちょっとだけ詳しく説明したくて、はい、まあ、先ほどありのままを美しくするって言ったんですけど、そのありのままっていうのが何も気にしないし何もケアしないよっていう意味ではないっていうのがすごく、うん、あのポイントで、うん、結構ナチュラルメイクでこうさっと外出できるのとかって、うん、やっぱり普段から自分の素肌をこう愛おしんでるというか手間かけてこうケアをしていて、それによってこう内面からの美しさとか充足感みたいなものがあるからこそ、うんうんうん、結構ありのままを愛せるようになるんじゃないかっていう考え方があるみたいで、自分を愛せるようになるからこそちゃんとケアするみたいなところは結構辻さんにもご共感いただけるんじゃないかなと勝手に思っていて、うんうん、子育てしてて自分のベースが崩れちゃうと全てのベースがこう崩れてしまう感じがして、そのベースって結構本当に肌トラブルがすごい左右されると思うんですよ、うんうん、肌が荒れちゃうとなんかすごい全部に影響してしまうっていうのはすごく私自身は感じているので、そういう意味ではやっぱり子どものケアも大事だけど自分のケアもやっぱり大事ですし、やっぱりいくつになってもお母さんになっても女性でいたいなっていうのは皆さんが思うことだと思うので、
今回のこの N オーガニックのアイテム、まあ、どんな方におすすめしたいですか？私みたいに大雑把なあの人でもケアをしながら癒されてっていうのが本当に素晴らしいことだなと思うので、忙しい方にも本当にぜひ使ってほしいなと思います。ちょっと先ですが、一応来たる11月22日がいい夫婦の日ということで、はい、で N オーガニックはこう男性から女性にプレゼントするとかもおすすめなんだそうですね。確かにあんまりこう肌質とか選ばないし誰でも使いやすいので、結構もらったら嬉しくないですか？嬉しいです、ね、めちゃくちゃ嬉しいです。いい夫婦の日にちなんで、男性にこういうこと、まあ、自分の旦那さんでも、うんうん、こういうことしてもらったり、こういう言葉をかけてもらったら嬉しいなみたいなのってありますか？でもなんかパパとママを一回忘れたいです。あー、なるほど、夫婦だから、うん、なんかいい夫婦の日なので、はい、その日だけはなんか忘れてもいいのかなって思う日でもあるので、手つないでなんかちょっと出かけてみたりとかしたいです。でやっぱりどうしても子供がいるとパパママ呼びとかになっちゃうんですけど、そこもあえてちゃんと2人の呼び名で呼び合ったりとかもしたいし、夫婦なんですけどちょっと初心に帰るみたいなイメージですかね。確かに、まあ、この日くらいは結構女性自身のその女性の美しさとか、うんうんうん、まあ、美容とかそういうその心配りをしてくれたら最高だなっていうメッセージを届けたいと思っているので、ぜひこれをご覧になっている男性陣の皆様にちょっと優しくしてあげてね的なメッセージをいただいてもいいでしょうか？そうですね、まあ、いい夫婦の日ということで、まあ、いい夫婦の日、夫婦ともにみんなお互い頑張ってると思うんですけど、奥様にだけに限らずなんです。旦那様にもそうですし、なんか日々過ごせてることが当たり前ではないんだよっていう、その感謝の気持ちっていうのはママにパパにとか男性に女性にではなく、お互いその再確認するというか改めて感謝をしてほしいなって思います。感謝を伝えるきっかけとして、まあ、こういうプレゼントとか、センスいいですね。センスいいですセンス良すぎて、逆に今この18年ぐらい一緒にいますけど、急にもらったらもらったでちょっとどうしたのってなっちゃうかもしれない確かに、いやでもめちゃくちゃ本当に誰もが喜ぶプレゼントだと思います。こういうスキンケアで自分をいたわりつつ、まあ、辻さんもそうですけど、子育てされてる方が、まあ、一生懸命頑張れるような、はい、動画にできたらと思いますので、はい、以上とさせていただきます。ありがとうございました。